トモよ、出発の時間ですか？どうされました？まさか地下が恋しくなったとか？おお、お前か。本当は俺も見送りに行こうと思ったんだが。で、俺に聞きたい。ナターシャは俺を信用してくれてる。彼女は元士官だった俺の方が、だが、俺は真のリーダーが持つべき素質をよく知ってる。ああ、昔はシルバーメインの士官だったんだ。負傷して退、だが見ての通り、今は毎日面倒ごとに追われて、軍隊にいた時より忙しくなってる。後悔なんかないさ。確かに下層部の生活は厳しいが、みんな遅延は一番厳しい時期を乗り越えた。ナターシャという指導者がいれば、これもほとんどお前らのおかげだ。スバローグが有益な情報を隠していて本当に良かった。で、お前らの旅が遠い天の彼方にあることは知っているが、あえて断言しよう。俺たちはいずれ再会すると。ではさらばだ、遅延の友よ。準備はできた？これ以上グズグズしてると。おい、何？まだ話したいことがあるの？別に、ただの世間話よ。そんなにわかりやすかった？約束したの。万が一彼女に何かあったら、私が絶対助けに行くって。どうかしら。でも、あんたたちと一緒にいると、よくよく爽快な戦いと、心躍る冒険。どれも悪くない。嫌いじゃないわ。もちろん。ジョシュアのやつ、泣きそうだったわ。ボスも、口では何も言わなかったけど、上に行こうとしたのは私の選択。ナターシャも、この選択を支持してくれてる。なら、グズグズしてないで、さっさ。ああ、トモよ、出発の時間ですか？了解です。食べ物や飲み物は、たくさん用意してくださいね。ただいま戻りました、お母様。ブローニャ、私は貴様を失うかと。今までどこに行ってたの？怪我はない？すぐに執事を呼んでくるから。いえ、今はセバスに会いたい気分では。ごめんなさい、お母様。私なら大丈夫です。下層部を回り、何度か戦闘もありましたが、概ね対処できました。下層部。そう、分かったわ。では貴様が見たものを報告するといい、ブローニャ統領。外縁通路での逮捕作戦が失敗した後、私は指名手配されていたよそ者と一緒に何らかの方法で下層部に連れて行かれました。当時の状況に迫られ、私たちは一時的に共同戦線を張り、共に下層部の民を助け、生存問題を解決したのです。そこで私たちはスバローグという名の古のロボットを倒し、真実を、性格に関する真実を知ることができました。聞いてるわ、続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。あの天外の来訪者たちは決して私たちが想像していたような悪党ではありません。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。故に確信したのです。彼らの目的は本当に正確であり、正確によるペロブログの最悪を解決しに来たのだと。お母様、お母様はずっと前から性格の真実を知っていたのですよね。
そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる対価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから恐れながら、私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。性格がもたらした問題を解決するために喧騒者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその。もういい。傲慢、無知、失望したぞブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。下層部で泥にまみれた挙句、よくも私の命令を疑えたものだな。シルバーメインよ、ブローニャを。彼らは泥ではありません。私の過去、そしてあなたからは聞けなかったことを全て思い出しました。もう逃げたりしません、守護者様。これ以上曖昧な言葉でごまかそうとしないでください。守護者様が見たものを教えてください。一体何を隠してらっしゃるのですか。どうしてシルバーメインを列界に送り無駄死にさせるのですか。どうして下層部の民を見捨てたのですか。どうして。わかったわ。いつかこの日が来るとは思っていたけど、こんなにも早いとは。私がなぜあんな命令を下したのか知りたい。そうだな、本当に真実に触れる覚悟はできているのかブローニャ。は、覚悟ならできております。おか、ではついてきなさい。この死に瀕した世界の彼女の声を聞かせる時が来たわ。新鮮な空気の味を忘れるところだったよ。はあ、自由の味。はあ、冷たい味。で、次の目的地は？先に泊まる場所を決めた方がいいと思うんだけど、あのゲーテホテルには行きたくないな。散歩ったら。自分の隠れ場所を聞かれると分かってて、行政区についてすぐいなくなったみたいね。本当に。ダメ！オーナーさんはうちらの顔を覚えてるはずだから。それにシルバーメインの投書もすぐ近くだし、自主と同じだよ。炭鉱はどう思う？俺は先にセーバル・ランドゥを訪ねた方がいいと思う。やっぱり炭鉱もジェパードに会うべきじゃないと思ってるんだね。彼はシルバーメインの上級軍官だ。そうやすやすと会えないだろう。それに万が一ブローニャの言葉に説得されなかったら俺たち。じゃあ炭鉱の言う通りに先にカラクリ工房に行ってセーバルを探す。ああ、それと慎重に振る舞うことを忘れるな。今はどうしたのゼール。何でもないわ。ちょっと見慣れないだけ。前に来た時はまだ私は子供だった。私たちは隔たれていた時間が長すぎる。何でもないわ。行きましょう。アメインがたくさんいるわね。いつもこうなの？いや、前に来た時はこれほどではなかった。通常通りではないのなら、その理由は俺たちと関係があるのかもしれない。大守護者が俺たちの来訪に気づいたってことかブローニャ。知らないけど今日は天休日だよ。また興味ないね。私に足りないのはお金じゃなくて時間。
セーバル、以前うちらに会ったでしょ。物の修理まで手伝った。覚え…何よ。ああ、思い出した。ベロブルグの外からやってきた3人だ。早く入ってきて。なるべく自然に、目をつけられないように。私のところまで来たのなら、もう安全だよ。このからくり工房は防音だし、普段は誰も来ないから。それで、一体何の罪を犯したんだ？前線からシルバーメインを撤退させてまで。あ、うちらは。待て、ミツキ。ブローニャから聞いたんだ。お前を完全に信頼していいと。なんだそれ。ブローニャを強調して、自分たちはまだ私のことを信頼してないと。まあ、警戒心があることは悪くないけどね。安心しなよ。私なんかが係屋に話しかけられる喧騒者が確実な証拠を示さない限り、私はあんたたちが罪人だとは思わない。それに、私の喧騒者に対する理解からすると、もう見慣れたやり方さ。係屋はね、いつだってバタバタし始めると細かく考えられる人はそういないからね。私が？それはないよ。係屋と喧騒者が何を企んでるのかなんて、今の私はこのからくり工房でポンコツを直して、音楽をやって、まあ、あんたたちと情けない昔話をするつもりはない。さっきの話に戻ろう。信じてくれても大丈夫。一回しか会ったことがないけど、私の勘が教えてる。講談ならうち得意だよ。あまり大げさに言わないといいんだが。だからブローニャの情報がないわけだ。そんなことがあったんだね。あんたたちの話を信じるよ。そんな不思議な話、作りたくても作れないだろうし。それに、ゼーレちゃんがその証拠になる。私は喧騒者の一人だった。研究部にいた頃の仕事が、喧騒者じゃなくなったのに、またこの言葉を聞くことになるとは。ベロブルグで性格の存在を知ってる人間は少ない。存在を…でも、そのロボットスバローグのメモリーデータによれば、喧騒者たちはずっと前から真実にたどり着いてた。私の運が悪かったんだ。あれほどあるテーマからわざわざ性格を選んでしまう。もしかしたら私は係屋に感謝するべきかもしれない。私は性格と劣化の関係を割り出し、真実にかなり近づいていた。免職になる前、私はちょうど性格の現場実測を申請していた。初歩的な研究報告と申請を出してからすぐ私の処分が下された。係屋、私たちはもう何年も話をしてない。でも大守護者の座についてから彼女は完全に変わってしまった。彼女は自ら私を追放する命令を下した。私に会おうともしなかった。時々私が彼女は実は全くの別人じゃないかと疑ってしまう。こんな可能性はない？もしかしたら守護者は代々受け継がれる意識で、本当の係屋はもう消えてしまったとか。代々の大守護者があの理解しがたい意思決定と彼女を駆り立てているとか。わからん。ジェパード？絶対ダメだよ。弟は命令を何よりも重要に思っている。あんた、あいつと話すにはコツがいるんだ。説得するなら。知ってるよ。直接見たことはないけど、観測結果によれば性格はベロブログの北に位置する。俺たちは必ず性格を見つけなければならない。
早ければ早いほどいい。問題ないよ。ちょうどそうしようと思っていた。ベロブルグの北はほとんど劣海に飲み込まれている。北部の雪原に向かうにはシルバーメインの禁区を無事に抜けられても、その先には大きな劣海が待ち構えている。そう、しかもあんたたちが言っていた地下の町とは違って、どうやらうちら3人とゼーレじゃ足りない感じだね。地下に時間が許してくれないだろう。そんなに悲観しなくても大丈夫。かたくなに攻めるのがダメなら賢くやった方がいい。本当？最高じゃん。詳しい人の道案内がある。私も直接性格を見たいからね。これで決まりだね。善は急げ。準備ができたら出発しよう。まずい。弟が今日来るって言ってたのを忘れてた。あんたたちはどこかに隠れてて、私が対応するから。ジェパード来たんだ。前線が緊張してるから来ないと思ってたよ。幸いなことに最近はモンスターの攻撃も落ち着いている。一旦町に戻って用事を済ませ、後でぜ。あ、もうそうだね。た姉さん、様子がおかしいが何かあったのか。え、いや大丈夫。どうしてそう思うんだ。いつもは僕の名前を呼ばないだろう。あんたはずっとみんなの前で私が弟と呼ぶのを嫌ってたじゃない。好きなように呼べばいい。姉さん、今日は仕事できたんだ。砦の装置が故障した。何の思考が凝り固まったやつらじゃ。私の設計を理解できないのは当然だよ。すまない、感謝する。私に遠慮してどうすんの。そうだ、町で突然戒厳令が敷かれたのは何。それはジェイちゃん偉くなったんだね。庶民のお姉さんには言えないってわけ。やめてくれ。分かった。昨晩ブローニャ様が突然現れ、クリフォト城に入っていったんだ。第守護者様は以前の3人の侵入者が劣海に落ちたのではなく、ブローニャ様の後を追って行政区に戻ったのではないかと疑っている。なるほどね。だから今までブローニャの情報がなかったのか。わからない。彼女はクリフォト城を離れていない。大事。そうか、心配だね。彼女がいなくなってからペラの使ペラ士官は本当に姉さんに全部喋っているのか。ああそうだ、前回ゲーテホテルの周年記念限定水筒をここに置いていたな。待って、どうしたんだ姉さん。今日は本当に様子がおかしいぞ。そこは、ああそうだ、以前あんたが育ててた花を大量に枯らせたでしょう。理由がおかしいことはともかくとして、本当に部屋の掃除をしたんだな。してない。あんたってやつはお姉さんを何だと思ってるわけ。もういい。確かに姉さんのプライベートを侵害するのは良くない。ちょっと待って、その侵入者たちってただ聞くだけなんだけど、ど喧騒者を陥れ、ベロブルグの破滅を目論んだ。私を処分した理由と大差ないんだね。そんなことを言うな姉さん。姉さんが大守護者様に不満があるのは知っているが。また叱られたね。わかった、弟、時間があれば行こう。出てきていいよ、もう安全なはず。弟が水筒を取りに行こうとした時、ブローニャが危ない。
ダメよ、彼女を助けに行かなきゃ。私たちだけでクリフォト城に乗り込むつもり？その考えは諦めて。安心して、カカリアがブローニャに危害を加えることはない。ブローニャも似たような話をしていたわ。本当に理解できない。さっき言ってたでしょ、街でしばらく過ごしてから戻るんだって。ほら、シルバーメインの禁区に行こう。先に性格を見つければ彼女は本当に無事なの？そんなに彼女を心配するなんて。仲のいい友人？仲がいいほどではないわ。ただ彼女と約束したの。安心して、彼女は私が知ってる中で最も強い女の子だよ。ええ、それは私もよく知ってるわ。
重な警備、忍び込むのは無理そうだね。よし、お姉さんに任せなさい。ちゃんと。ここから先は軍事エリアで、関係者以外立ち入り禁止だ。待て、あなたは。え、セイバルさんですか？いや、フランツじゃない。久し、それは答えられないですよ。その、こんな遅くにどうしてこちらに？弟から禁区のエネルギーパイプが故障して結構深刻だと聞いたんだ。この人たちは私の助手で、ここにある設備を全部点検するつもりなんだ。その、パイプに問題があるとは聞いていま。これは技術部門の問題だ。門の守衛が知ってどうする。ほら、早く中に入れて。いえ、取れません。ジェパード受衛官のお姉さんなら問題わかりました。これは臨時の訪問証です。ありがとうフランツ。機会があれば弟に。やめてください。ジェパード長官はそういうコネが大嫌いなので。お前たちの中に広報部隊は毎日サボってやりす。ここの禁区には前方に劣化のモンスターがいる。危機的状況に陥った時、今だから今日より毎日のトレーニングにベンチプレス200回と。はい長官。簡単だったでしょ。さすがジェパードのお姉さん。私はジェパードのお姉さんだと。真ん中にあるあの機械の桟橋が見える？桟橋を抜けた向こうがこの世の地獄だ。そうだよ、幻想者たちはどの世界にも地獄は存在している可能性。将来何か恐ろしい大災害が訪れ、孫悟クリフォトの導きの下で、これが幻想者の信念。でも私たちにとって地獄は、さらに北部に向かいたいのなら、あの地獄を抜ける必要がある。その通り、かっこいいセリフじゃん。じゃあ行こう。まずは橋を渡る方法を探さないと。私はこのタイプの桟橋の基礎ロジック作成に参加したことがある。ジェパードはいつも前線にいるの？そうだね。急にどうしたの？こんなに危険なのに心配にならないの？あいつはランドゥー家の人間だよ。機械ブームがまた新曲を出したんだ。もちろん聞いたよ。今回はペラがボーカル担当で驚いたよ。機械ブームもスタイルを変えるのか。そんなに悲観するな。彼女たちはたまたま気分転換をしただけだろ。ダメ、この端末はオフラインだ。じゃあどうすればいいのよ。他のを探してみよう。桟橋を結びつける各プラットフォームに似たような端末があるはず。すごく意外なんだけど、セーバルとジェパードって本当に兄弟？確かに私たち二人は性格と趣味が全く違うね。ランドゥー家は代々軍人なんだ。多くが若くして亡くなっていて、兄弟姉妹に残す時間はあまりなかった。だから誰もが自分の人生をしっかりと生きようとしている。ただそれだけ。
ダメ、起動できない。端末、いや、そうじゃない。よく考えてみたんだけど、前線の警戒期間中は桟橋を渡れないように動かして、そして後方では端末のエネルギーを切り、そうすれば前線が突破されても烈海のモンスターは桟橋を通って後方に侵入することはできない。ブローニャが言っていたのは本当だったのね。ただの憶測だよ。でも十中八九そうだと思う。前に進もう。二つの端末がどちらも起動できないのなら、元になっているエネルギー装置を見つけないと。大きな鉄のボールみたいな、あれ門を挟んだ向こう側だなんてめんどくさ。あれの正式名称は機関エネルギー中枢だよ。警備が厳重なのもうなずける。一台で全部賄う？絶対に問題が起きるわ。この装置の権限を手に入れられれば桟橋の、だから門の周囲に緊急点検に来たって言ったんだよ。なるほど、さすが。適当に言ったのかと思ったよ。行こう、あの兵士に入れてもらえるかどうか聞いてみよう。やあ、こんばんは、兵士さん。お前たちが緊急点検に来た技師か。しばらくあたりをうろついていたようだが、問題は見つかったか？いや、今のところ全て正常だよ。定期点検をしたいから中に入れてくれない？私はダメだ。護衛隊長の暗号キーがない限り。大守護者様が来てもダメ？大守護？その手には乗らないぞ。やば、この人頭が回るタイプだ。さっき暗号キーって言ったよね。ダン隊長は今休憩中だ。お前たちで探しに行け。ダン？ダン？はあ、早く行って。セーバル、ダンって人知ってるの？そうだよ、古い知り合いなんだ。彼は話がわかる人だから、私が説得してみせる。やあ、ダン、久しぶり。あんた護衛隊長になったんだね。セーバル、久しぶりだな。相変わらず綺麗。紹介するよ。この人たちは私の助手。からくり工房の仕事を分担して手伝ってくれているんだ。みんな、彼は私の古い知り合いで、ダン隊長。この兵士さんもロックをやるの？こんにちは。はじめまして。サッカレー、お前何日風呂に入ってないんだ？私はシフト交代で、ついさっき。ん？もう一回言ってみろ。報告します。2日入っていません。みっともない。来客の前でよくそんな失礼なことを。すまない、情けない一面を見せてしまった。大丈夫だよ、ダン。そうだ、機会があればまた私と一緒にステージに立つ気はない？今のキーボードも悪くはないんだけどさ。昔のことだ、セーバル。俺はもう久しく鍵盤には触れてない。少しよそよそしい物言いだったな。それでパイプは全て点検したけど問題はなかった。機関エネルギー中枢だけまだ点検し、あそこの衛兵から聞いたんだけど暗号キーが必要らしくてね。
に言い過ぎじゃない？どうしたの、ダン？すまない、セーバル。ジェパード守衛官に何て言われてここに来たんだ？ん？ああ、それは…姉さん、禁区のエネルギーパイプが故障した。あの役立たずの技師たちでは原因すらわからない。じゃあ、もう一つ。彼はいつ連絡をしたんだ？今朝かな？そう、今朝だよ。今日は市街の巡回を担当してるんだってね。ジェパード長官はさっき前線に戻ってきたばかりだ。俺がもう一度彼に確認しようか。え？待って待って、もう戻ってきてるんだ。嘘でしょ、少し前までは城内にいたのに。セーブル、お前はずっと変わらないな。嘘をつくのが下手だ。連れてきた者たちも工房の助手じゃないんだな。セーバル、手伝いたくないわけではない。だがセーバル、お前は先に戻るんだ。このことは誰にも言わない。だがこの予交渉は失敗だ。私があんたたちをここまで連れてきたんだから、一緒に。この件はベロブルグに関係する。いや、世界の運命に関わる。セーバル、かつて毎日のようにバンドの俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。下手に動くな。ついてこい。己を解き放つ準備はいい。反抗、陽動、霊落。ここにあり。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。争いに意味はない。同点元気、勝負一角。はっ、こっからが本番だよ。乗ってる？始めるか。ふっ、争いに意味はない。ふっ、終わりか。セーバル、どうして？ダン、ごめんね。少し眠っていて。ただ一時的に気を失っただけだ。心配ない。頑固なやつ。でも強かったわ。見つけた、これが暗号キーだ。気づかれないうちに行こう。今気づかれたよ。これは敵襲警報。後方エリア全体のシルバーメインが敵になる。それはまだ先だよ。こんなに早く諦めないで。ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足がもげても行こう。エネルギー中枢のところに戻ろう。邪魔する奴は目に。暗号キーを彼が持ってるって分かってたら、私一人で忍び込んで持ってくればよかったわ。後悔先に立たずだよ、ゼールちゃん。機械の桟橋が起動すれば遅かれ早かれ気づかれる。ロックンロール。やった。開いた。ありがとう、ダン。少し時間をちょうだい。誰がこのシステムを設計したの？どう？緊急消防拡散システム、ダンスフロアロックンロールモード、誰が組み込んだんだ？しかも機関桟橋制御端末。
見つけた。よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋、あのさ、セイバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。いや、そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの？一直線に包囲網を突破するか、理屈で解き伏せるか、臨機応変に行こう。気をつけて、前にでかいのがいるわ。他に道はない。私たちはスバローグにも勝ったんだから。下手に動くな。己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。下手に動くな。た、ついてないね。盛り上がってるじゃん。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。この曲はあんたに乗ってる。即戦即決といこう。争いに意味はない。やっ、盛り上がってるじゃん。もっと、この機会を逃すな。ルールは破るためにある。生死虚実、同点原型、勝負一角。この曲はあんたに乗ってる。ステージを重ねるほど最高になるんだ。エネルギー供給回復、システムオンライン検証開始。 40%、 65、 やっと終わった。これで桟橋を操作する権限が手に入ったよ。進もう、前線に向かおう。大丈夫なのか？弟もそこにいるんだろう。多分ね、鉢合わせないのが一番いいけど。彼を説得できる自信はあるのか？自信ね、3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだな。うちだっていつも誰かを説得しようとして。確認したいことがある、セイバル。もしそれはもちろん、お姉さんは有言実行だよ。次の冒険の前に姫子に交渉のコツを教えてもらわないとだね。拳に頼って問題を解決するなんて、少女らしい上品さに欠けると思う。弟が入隊してから私たちは喧嘩をしなくなった。小さい頃はいつも私に勝てなかったけど、今は。姉さん、本…待って、ジェパード、聞いて。保証から報告を受けた時、何かの誤解だと思っていた。侵入者が姉さんを人質にしているのかもしれない。姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに来るんだ。ごめん弟、私は彼らの味方をするって決めたんだ。数分間だけちょうだい。数分だけでいいから。もういい、セイバル。ここがどこなのかよく分かっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所であり、列海にて、ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員がいつでも民だが、姉さんは犯罪者を禁区に連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。ここま、あんたはどうして私がここにいるかわかる？私たちはカンパ…それが本当ならどうして大守護者様に報告しない？どうしてこそこそ禁区に入り、さ…あんたにはわからない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのは、姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。あのお方に考えを認められなかったからといって。聞いて、チェパード、列海の誕生と蔓延は
性格に関係がある。性格のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜な考えを持ち、近畿のシルバーメイン整列、彼らを捕らえろ。烈海のモンスターはいつ襲ってくるか。近畿は真実が隠されているからこそ近畿なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること、真実が明るみに出ることを恐れている。もういい。私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。その説明は裁判官の前でしてくれ。今受刑官として命令を下す。これは子供の頃のお遊びじゃない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね、おと。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。己を解き放つ準備はいい？反抗も平等も霊落も全部揺らぐことなし。下手に動くな。動かないでね。今祝福してあげるから。この曲をあなたに。もっと叫びなさい。即戦即決といこう。集中しろ。恐れることはない。逃がさない。争いに意味はない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。うちの出番。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。始めるか。どけ。騒ぎを起こしたくはない。いや、もっと叫びなさい。この機会を逃すな。大したことないね。己を解き放つ準備はいい？反抗も平等も霊落も全部無駄な抵抗だ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。即戦即決といこう。お前の番だ。指示を聞け。栄光の加護。争いに意味はない。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。この曲をあなたに。私のリズムに乗れ。始めるか。ルールは破るためにある。楽にしてやる。
ことが。こいつ打たれ強いわ。こんなに手強い相手は初めてよ。なんかどうやっても勝てそうにない感じ。あいつは頑固だからね。討論だろうが喧嘩だろうが決めた。もういいでしょジェパード、周りを見なさい。立ってるのはあんただけだよ。僕一人だけでも屈服はしない。俺たちは力ずくでお前を制圧しようとは思ってない。そのような服従に意味はないからな。そうだよ、うちらの目的とあんた、セーバル、ブローニャの目的は同じ。ジェパード、弟、ここまで来たんだから、たとえよそ者のお友達を信じられなくても私を信じてよ。ブローニャ様。言うべきことは全部言ったからね。弟よ、何をするべきかは自分で。私はシルバーメインの受衛官だ。大守護者様の命令を遂行するのが責務だ。だがブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では前線の指揮と後方の検走車の。シルバーメインにとって大守護者様の命令は至高で絶対だ。ベロブルグのみんなでしょ。民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。列海のモンスターとの戦いは拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は君たちに恩義を感じるはずだ。もし君たちが真の目的を隠すため嘘に嘘を塗り重ねてブローニャさ。嘘なんてついてないわよ、保証する。君がゼーレか。いい腕前だった。だが信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。わかった。このまま北に向かうのなら完全に侵食された列海を越えないと、次の襲撃が来る前にシルバーメインは少しは時間を稼ぐことができる。シルバーメインのことをかなり誤解していたようね。違うのは、私たちは自由のために戦い、彼らもちろん、だいぶ前に理解したわ。でも、私はジェパードと同じようにね、考えを改める。言うのは簡単だわ。嵐の音が聞こえる気がするわ。壁のセーバルの言葉が正しいといいんだけど。ほら、兄弟間のわだかまりはこうやっ。もういいよ、これ以上謝られたら耳。私に言わせてみれば、この件は遅かれ早かれ起きている。何、実の姉と弟が冗談だよ。舞台を離れてから私の性格だと弟はだいぶ苦悩したはず。そうだよ、性格を直接見たことはないけど、実は他にも一個だけやりたいことがある今言うことじゃないね。このまま北に進み続けるのなら、あの地獄を抜けなければならない。ステージに上がる準備をして、そして一緒にこのキンクの門が開けば向こう側のモンスターたちが一斉に押し寄せてくる。だが君たちが前線を突破した後は僕たちに手伝えることはない。覚悟はいいか。分かった。
武器はしっかりと握るんだ。シルバーメイン、命令だ。毎日こんな攻撃を受けてるの？ああ、見慣れる程度にはな。シルバーメイン、隊列を組め。シルバーメインに仮を作るなんてごめんよ。来たね。迎撃準備。盛り上がってるじゃん。もっと始めるか。やっ、ついてないね。持ってる。この機会を逃すな。この曲をあんたに。こいつらキリがない。数が多くてもただの雑魚よ。引いちゃダメ。うちなかなかやるじゃん。ルールは破るためにある。盛り上がってハイになれ。言ったでしょジェパード、まだ砦は直してないんだから無理しないで。これはまだ第一波の敵だ。奴らはすぐにまた集まってくる。僕は、お姉ちゃんの言うことを聞きなさい。シルバーメイン、一目見ればわかるわ。よそ者たち、ゼレちゃん、次の攻撃が始まる前に早く行って。え、セーバル、うちらと一緒に性格を探しに行かないの？弟がこんな状態なんだ。さっき思いっきり懲らしめたから、これは私の責任。それに私が手伝わないと、次の戦いはどうなるかわからないでしょ。私も本当はあんたたちと一緒に行きたい。ずっとこの目で見たいと思っていた。でも私はランドゥー家の娘だ。弟とシルバーメインたちを残していくことはできない。だからそっちは任せるよ。あんたかカリアが気づく前に性格を手に入れて。性格がどんな見た目か写真を撮るの忘れないでよね。約束する。安心して、うちらはすごいんだから。烈海の活動が活発になっている。ヤリイロ6に何か変化が起きているだろう。俺たちは動かなくていいのか、姫子。三人を信じましょう。これは彼にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの、ベルト？あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。君は彼らが安全だと判断している。ええ、アイオンや指令レベルの虚数反応はないわ。若者の部隊に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。ここがジェパードの言っていた烈海なの？外縁通路が受けた侵食とここを比べたらって。あんたもそう思う？なんかさっきからずっとたくさんの目に見られてるような感じがするんだよね。セーバルは
性格はベロブルグ北部の雪原の中に隠されている可能性が高いと言っていた。ここ嫌な感じね。今の俺たちには案内人もいなければ、性格の位置を示してくれる観測手段もない。慎重に進むしかないな。だが悲観する必要はない。烈海の汚染が強ければ強いほど